鎌倉武将紀行、畠山重忠、ここは矢畑腰巻という場所でですね、北条勢から撃たれた矢がですね、この辺り一面無数に落下して矢の畑のようになったと、その伝承に基づいた名前なんですよね。腰巻ってね、どういう意味でしょうね。矢が無数に降ってきたっていう例はいくらでもあるんですけど、ここはちょっとこの表札しか出てなくてですね、この辺、ちょっとした丘陵地帯で、対岸の方は川になってるんですけど、そういう意味ではですね、ちょっとした原野というか平野というか、そういう場所になってたと思われますよね。それでこういう地名になったんだということです。いずれにしてもここの周辺でですね、畠山勢が150騎も満たない軍勢で、それに対して数千、1000、2000ぐらいだと思いますけどもね、北条義時、鎌倉軍ともいえる、部隊がですね、ここで戦ったと、その戦場の跡地になりますよね。ちょっと史跡としてはですね、その伝承のこの唯一のこの旭区で出している看板だけが頼りというか、証拠というか、伝承なんで、他には何もないと、そういう形になりますよね。畠山重忠公が戦った、北条軍と戦った、矢畑腰巻の、場所でした。